東京オートサロン2022出展者8台がヤフオクに出品ブリッツグレーンスープラワイドの結果を紹介しますブリッツグレーンスープラワイドの概要自動車イベント東京オートサロン2022とコレクションカーオークションのコラボレーションによりリアルでのイベントとオンライン入札を融合したオークションが開催されたコレクションカーオークションは 希少価値の高い車に特化したオークションハウスの BH オークションとネットオークションのヤフオクが協力して昨年6月から開かれている2022年1月23日に判明したオークションの結果を紹介ブリッツグレーンスープラワイドスタート価格700万円税込み770万円最終結果落札ならず入札数 レオドメーター、23,550km、ブリッツグレーンスープラワイドの詳細。ブリッツグレーンスープラワイドは2020年東京、オートサロンカスタムカーコンテストの、ドレスアップカー部門最優秀賞を受賞したブリッツ渾身のショーカー。外装は、ホワイトパールのフルラッピングが施されている。ブリッツの野心的なエアロパーツ。 エアロスピード R コンセプトはグレーンスープラが持つワイドで迫力のあるボディを活かしより洗練した大人のスポーツに生まれ変わらせることをコンセプトに掲げたショーレースを勝ち抜いたそのデザインは美しく新たなグレーンスープラ像を確立した革新的な一台となっているフェンダーはフロント片側 30mm リア 50mm の大幅なワイド化が行われ その車幅は2メートルを超える。そして、ホイールハウスに収まるのは、極太20インチ 11.0J プラス15の、円形レーシングレボリューション RS05RR。その出立は、圧巻の一言であるが、形状は純正のグラマラスなボディラインが活かされ、力強さと、しなやかさが共存する。そこに約70ミリメートルロングノーズ化した。 特徴的なフロントバンパーを組み合わせることで全体的なシルエットを引き締め迫力のワイドボディにスマートさをまとわせているリアに備えられたローマウントウィングも主張を抑えコンセプトから逸脱することなく しっかりと落とし込まれている。もちろん車検対応する規格となる。またメカニズム面においても、ブリッツの壺を押さえたカスタマイズが光る。足回りには独自のブレーキシステム。車内から減衰力調整が可能なサスペンション。ダンパーダブルゼータ、R を備え、ワインディングからサーキットまで楽しめる。制動力と操作性を実現。約 5.2PS のパワーアップが見込めるカーボン製の、 インテークダックとカプラーオンで最高出力とレスポンスを引き上げるパワースローも装備され十分なマージンを確保しつつ 366PS というハイパワーを獲得している。